こんにちは、河野ゆきえです。今回は普通の型紙からこういう風に別布をつけて A ラインの形にする方法をご紹介をしていきます。私の公式 LINE ではオンリーワンの服を作る4ステップをプレゼントしております。ご希望の方は概要欄 URL よりご登録お願いします。それでは始めます。ここに別の布をつけようかなと思います。で、上に不織布を置いて一度書くとイメージしやすくなるので、これは絶対にやってください。まあ生地に直接書いてもいいですけどね、消えるチャコペンで。まあでもそうすると消すのめんどくさいので、で位置を決めてもらってそこから切っていきますが、これもねちゃんと縫い代をつけてください。仕上がり線をここにしたいので、別布の方はこっちに縫い代、こっちの切る方は内側に縫い代をつけないといけないので、縫い代をつけておきます。動画じゃ全く見えないですよね。で、この縫い代の付け方間違ってしまうと、ものすごく不格好になってしまうので気をつけてください。はい、こんな感じですね。別布の方はこれでやっていこうと思うんですけど、ここをもうちょっとひらひらさせようかなと思うので、ここを広げて、でここをつなげて、ちょっとひらひらっとなった感じで作ろうと思います。はい、生地はこれを使うんですけど、ちょっと鬼滅っぽいでしょ。でこれが1メートル280円で売ってたんですよ。思わず買ってしまったんですけど、今回これしか使わないから他に何作ろうかなって感じです。ほい、これをつけていきます。こんな感じでつけました。で反対側も同じようにつけていきます。こんな感じで A ラインにする場合はしっかりと不織布を乗せてデザインをした上で縫い代の位置を間違えないようにして、そしてこの A ラインの別布のところは真ん中を切って少し開けてあげるとすごく可愛い形になります。ぜひチャレンジしてみてください。このチャンネルでは服作りをテーマに配信しております。今回の動画参考になったなというふうに思われる方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。